やはり動いて4番の細田真奈美、一人で動いてここに続くのは誰か。第2コーナーからバックです。1番の小坂智子が乗り換えて4番の細田、1番の小坂、そして5番の日野勇樹の体勢で7番の白井美佐子ですが、現在は2番手の内目あたりです。2番の石井博子は前から5番手、石井の後ろに3番山本那智、しんがり6番野口由美香です。抑えて先行体制に入っている4番の細田真奈美、少し流し気味、まだ流しています。4番の細田がベースに持ち込んでいますが、2番の石井博子どのあたりから動いてくるか。4番の細田の後ろは並走続いています。白井が粘って外目に1番の小坂智子、番手は並走です。2番の石井博子が落ち着いて踏み込んでいきます。バックから踏み込んで、これはスピードが違いそうだ。3番の山本なしが乗ってくる。あとは6番野口由美香、4コーナーから直線で4コーナーまくり切りました。2番の石井博子、2番の石井に3番の山本なし、そして6番野口です。駐車取ります。西田さん、あんなまくり1つでもいいから打てないよ。俺も打てる、打てます、打てるか、打てるか。わかりました。